相対性理論特殊相対性理論運動物体の電気力学について運動物体の電気力学については1905年にアルベルト・アインシュタインがアナーレンデア・フィジークに発表した電磁気学に関する論文であるこの論文で述べられた理論は特殊相対性理論と呼ばれるようになったドイツ語の言論文日本語訳英語訳などが閲覧または入手できる アインシュタインはこの論文の中で磁石と導体に発生するエネルギーの例を挙げ、マックスウェルの理論がある静止系で正しいとすれば、あらゆる状態であっても正しいはずであり、そこから導き出されるのは真空宇宙を飛ぶ光の速度が一定普遍であるということあって、この理論によれば絶対的な静止系や光を伝えるためのエーテルの存在を必要としないでも、マックスウェルの理論が成り立つことになる。 逆に言えば、この結果は、光を伝えるの媒体としてのエーテルの存在を、仮定した中では、絶対に起こり得ない現象であり、従って、宇宙のどこかに絶対性死刑を満たしたエーテルが、存在するという仮説が間違いであるという結論に、達している。ありがとうございます。